皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター講師の滝沢でございます。今回の動画では、ヒットソングで学ぶ作曲理論講座ということで、作曲理論講座というとちょっと大げさな気はするんですけれども、実在するヒットソングをモチーフにして、こういう作曲の技法があるとか、この曲のここが素晴らしいとか、まあ、そんな話をかいつまんでお話しさせていただこうかなと思います。で、第1回目の今回の動画でお話しさせていただきたいのは、取り上げたいのは、スピッツさんです。具体的に言うと、スピッツさんの「チリ」という曲と「空も飛べるはず」という曲を取り上げてみます。で、動画をスタートする前に、皆様になんとなくぼやっとでいいので覚えておいていただきたいものが一つありまして、それがダイアトニックコードというものです。すごいざっくり説明しますと、ダイアトニックコードとは何ぞやをざっくり説明しますと、まずこのドミソを1番のコードと、まず仮に決定します。ここが1番ですと。で、その隣が2番のコードとします。その次が3番、4番、5番、6番、7番と。で、次でまたドミソで一周するので、これが1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、1番。で、同じようにずっとこう繰り返していくと。そんな感じで、とりあえず7個のコードを割り出そうよという考え方がこのダイアトニックコード。でございます。1、2、3、4、5、6、7と。もし詳しく知りたい方がいらっしゃいましたら、過去に音楽理論動画としてこんな話もしておりますので、よかったら、興味があったらチェックしてみていただければという感じですね。でも別に完璧にしなくてもぼんやりとで大丈夫です。ぼんやり、なんとなく知っていれば大丈夫。で、まず取り上げてみたい曲のチェリーという曲。まず1曲目、チェリーを取り上げてみましょうか。このチェリーの素晴らしいところとしては、もうこのコード進行がとにかくシンプルなんですよ。もうね、あんだけ売れた、あんなに有名な、あんなにこう親しまれたヒットソングなんですけれども、びっくりするぐらいシンプルなんです。びっくりするぐらいシンプルです。チェリーのコード進行をこの数字で表していってみますと、まず最初1番からスタートします。で、その次は5に行って、6に行って、3。で、4、5、1、6と行って、4、5、1。で、次がサビです。サビが6からスタートして、6、3、4、1。6、3、4、1。こんな感じかな。ダイアトニックコードの数字で表すと、もうこれでチェリー完成なんですよ。え、どういうことやってなるかもしれませんが、ちょっと実際にやってみましょうか。まず、スピッツのチェリー、1番のコードからスタートです。ドミソですね、ドミソ。ここからスタート。で、その次は5番のコードなので、1、2、3、4、5。ここのコードを弾きます。で、その次は6番なので、隣。で、3番はちょっと飛んで、ここ。で、その次は4に行って、5に行って、1に行って、6。で、4、5、1と。こんな感じのコード進行なんです。もう一回やってみましょうか。まあ、最初1番からスタート。ほにゃらほにゃほにゃらほにゃほにゃららほにゃららら。ほにゃほにゃにゃらほにゃにゃ。ほにゃにゃらほにゃにゃ。ほにゃほにゃほにゃら。こんな感じなんです。で、あんなに親しまれているサビのメロディー、サビのコード進行は、ダイアトニックの数字で表すと、本当にこれだけなんです。6、3、4、1、そしてこれを4回繰り返しているだけなんですよ。ここからスタートして、ほにゃら、ほにゃら、ほにゃにゃにゃ、ほにゃら、ほにゃ、まちだ、ほにゃら、ほにゃ、ほらにゃ。こんなんです。なんか、衝撃的なぐらいシンプルだと思いませんか？ヒットソングとか売れた曲って聞くと、なんか難しいコード進行をやらなきゃいけないんじゃないかとか、なんかこう難しい技法を使わなきゃいけないんじゃないかとか、まあ、そういったものがあるかもしれませんが、まあ、このスピッツのチェリーという曲はもうとりわけそういうものが一切なくて、むっちゃくちゃシンプルと。コード進行とかは本当衝撃的ですよね。6、3、4、1を4回繰り返しているだけですからね。で、間奏前にノンダイアトニックというと、このダイアトニックの7個のコードには入っていないコードがちょこっと出てくるんですけれども、このスピッツのチェリーという曲は、もう基本的に9割以上、ダイアトニックのコードだけで作られていると。そんなにシンプルな曲でも、
まあ、あんだけ爆発的に売れて、皆さんも知ってらっしゃって、まあ、さすがにこの曲知らない方も、ね、いらっしゃらないかと思うんですけれども、カラオケに行けばね、その履歴100の中には必ず3曲、4曲ぐらい入っているようなくらい親しまれた曲なんですが、まあ、こんだけシンプルと、こんだけシンプルに作ってしまうことができる。で、まあ、メロディーの作り方とかはもちろんいろいろあるんですけれども、とりわけ僕がこのチェリーに対してすげえなと思うのは、このダイアトニックしか使ってないこのシンプルさの極みがもうとにかくすごいなという感じです。で、もう1曲、空も飛べるはずという曲も取り上げてみますと、サビからコード進行を書いてみましょうか。サビからコード進行を書くと、こんな感じです。ここか。ここですね。サビの部分のコード進行はこんな感じ。ちょっと1箇所、変なコードが出てくるんですけれども、基本的にはこのダイアトニックの中だけで、作られております。サビの部分いってみましょうか。まず1番からスタート。ほにゃらほにゃほらにゃほにゃにゃ。ここだけちょっと違うコードがあります。本当は2番のコードというと、こういう形じゃなきゃいけないんですけれども、響きを考えて、ここの音がこっちに行くと。ほにゃら、ほにゃららら。そうすることでこう、ね、響きがこうスムーズになったりとか、響きが豊かになったりとかするわけでございます。この入れ方もまたこの秀逸って感じですよね。で、2セプンス。コードネームで書くとすると、本来は Dm じゃなきゃいけないんですけれども、Dm じゃなくて、なんとなく D7 にしてみようという感じで、響きを良くしているような手法になっております。まあ、この入れ方とかも素晴らしいなという感じですね。で、スピッツのまた大きな特徴として、メロディーのリズムというのもすごい大きな特徴だなと思います。スピッツの曲を聴くと、なんかこう昔ながらの曲というか、なんかそういう安心感があるというか、ほっとする、温かみがある。なんかこう、聞き慣れた感じ、抵抗なく聴ける感じ、なんかそんな印象ありませんか？なんか別に目新しいというわけではなく、別に悪い意味じゃないですよ。目新しいというわけではなく、なんかすごいいつもながら聴いているような耳に馴染みのいい音がすると。なんかそんな印象があるかと思うんですよ。で、まあ、その印象を生み出すためには、音色だったりとか、コード進行だったりとか、楽曲編成とか、その構成だとか、いろいろあるんですけれども、僕はメロディーのリズムが、もうとにかくそれを強調しているような気がします。ちょっとメロディーのリズムの作り方という話に行ってみましょう。基本的に音楽はこんなくくりをしていいのかどうかわからないですけれども、まあ、ポップスっていうと今4拍子の曲が多いですよね。1拍、2拍、3拍、4拍と。メトロノームをカッチカッチ鳴らすと、このね、カッ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 という感じで、そのピッ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 した電子音で、まあ、その拍の頭をお知らせしてくれるわけなんですけれども、スピッツの曲の場合は、この拍の頭にメロディーが乗っかっている場合がすごく多いです。今の空も飛べるはずをもう一回やってみますと、ほにゃらほにゃほらにゃほにゃらほにゃほにゃらなほにゃ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 にゃほ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 にゃらみたいな感じで。大体のメロディーがその特化者の拍に必ず乗っかっ、特化者の拍に乗っかっている場合が多いんですよ。それとは対照的にそのメロディー、拍に乗っかっていないメロディーとも、もちろんあるんですけれども、例えばこのね、ワン、ツー、サン、シー、おかたたりら、たたたたら、たたたりら、みたいな感じで、そういったメロディーもあるんですけれども、基本的にこの拍の頭にメロディーが乗っかるようにしていると、そうするとやっぱり、なんかこう耳に馴染みのいいというか、違和感なく聞きやすいというか、なんかそんな傾向にあるわけなんですよ。多分これは日本の国民性とか、なんかそういったところにも由来するものがあると思います。まあ、その60年代初頭にそのビートルズが流行って、ビートルズというああいうバンド編成みたいな音楽は海外では流行ってるらしいぞ、イギリスでは流行ってるらしいぞ、へいへい、じゃあなんか日本でもそういうバンド編成やろうじゃねえかっつって。で、その
ビートルズのレコードとかを聴いた作家さんたちが、ね、このグループサウンズみたいなのを生み出すわけなんですけれども、ビートルズのサウンドを日本人の価値観を通していたあのグループサウンドですからね、別にグループサウンドが悪いというわけじゃないですけれども、いかに日本人の耳というのは、日本人 の, その音楽観というのは、ね、この島国で育っているものだったんだなというのを僕は印象を持っているんですけれども、何かわかりますでしょうか。ちょっと話が流れるようですが、なんか日本人 の, その感性としては、その白の頭に乗っかると、すごい聞きやすいというか、乗りやすいというか、なんか馴染みのいい雰囲気になるのかなと、なんか僕はすごく思っております。なので、皆さんもそういう印象を出したかったら、メロディーを白の頭に乗せるようにすると、その懐かしみのあるというか、なんかそんな印象になるんじゃないのかなと思います。で、スピッツさんは他にもたくさんいい曲があるので、バリバリと紹介させていただけるところなんですが、とりあえず今回の動画ではこの2曲だけをご紹介させていただこうかなという感じです。覚えておいていただきたいのは、ダイアトニックコードというものがあると。で、そのダイアトニックコードというのはなんとなく7本のコードがあるんだということ。で、ヒットソングとか名曲とかいい曲って考えると、もうダイアトニックに収まりきらないような難しいコード、いろんな分数コードとかね、なんかいろんなノンダイアトニックとかを使わなきゃいけないんじゃないかと。思う方も多いかと思うんですが、スピッツのチェリーを思い浮かべるように、全くそんなことはねえと。とんでもなくシンプルに言っても全然大丈夫ということ。で、メロディーの作り方、特にリズムに関して、メロディーのリズムを白の頭に乗っけるようにすると、日本人の耳に馴染みやすいようなメロディーになりやすいんじゃないかなと僕は思ってますよということでございます。そんな感じで、だからといって、なんかこう、ね、理論から曲を作るのはちょっと本末転倒なので、あまりそういったことはしてほしくないんですが、曲を作る方はちょっと参考にしてみていただけると面白いんじゃないのかなと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。次の動画では生き物係さんを取り上げてみたいなと思います。お楽しみに。あはは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 。